ひょうやむ200回配信記念大会大喜利。はい、時刻は12時を回りました。この時間といえば、そうです、大喜利です。それでは皆さんに自己紹介をしていただきましょう。奥の方からどうぞ。はい、はい、東北大学、何年生だっけ、3年生春まで3年生、春から3年生長谷川正秀です。今回初参加なんで頑張ります。お願いします。お願いします。お隣、お願いします。はい、社会人です。はい、勤務中のツイート数ナンバーワン畠山です。よろしくお願いします。なんだよ。はい、お願いします。はい、一応ここのね、あの NPO 法人メディアジーの理事、名ばかりの理事をやってます根本総一郎と言います。理事なのに大喜利をやります。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、社会人1年生の湯沢光彦です。はい、はい、好きな言葉は定時上がり。よろしくお願いします。はい、宮城教育大学1年生の佐藤隆生です。今回初参加で、いきなりちょっとあれなんですけど、頑張れ。あれだよね、やっと口内炎ができてて滑舌が悪いんで頑張れ。苦しい。お願いします。はい、東北大学4年生、岡原愛斗です。タイガーって呼ばれてます。名前は覚えて帰んなくてもいいんで、今日黄色いスニーカー履いてるんで、それだけ覚えて帰ってください。よろしくお願いします。何のアピールで。はい、プラグチです。右打ち、右投げです。はい、ということで個性的な自己紹介が揃ったところで、流星は初参加なんですよね。はいはい、なんか先輩方からこうするといいよみたいなのありますか？何ももらってないです。マジあのビタミン取るといいらしい。ネギを首に巻くといいらしい。金がないの。金がないの。なんで知恵袋みたいな話持ってる。まあこんな感じでやってる。簡単にルールご説明いたします。はい、僕が出すお題、24時間配信ちなんで24題ございます。おー、はい、でこちらに対して皆さんが回答していきます。で僕が指名したら皆さん答えてください。はい、で、はい、それに対して僕が10点満点で採点をいたします。大丈夫、大丈夫です。はい、慣れてます。10点のところで1本という形で、はい、その1本の数を競っていただきます。はい、はい、で1本なんですけれども、右上の方に正の字で皆さん、書いていってください。はい、はい、よろしくお願いします。わかりました。はい、時間がないのでサクサク進行していきます。これネット上での参加はできるんですか？あ、もちろんでございます。はい、はい、Twitter でお題は流れているので、それに対して、ハッシュタグをつけて回答していただくと、こちらの方でもお読みいたします。なるほど。皆さん、ふるってご参加くださいませ。はい、他に言い忘れたことはないかな。大丈夫かな。よし、じゃあ早速最初のお題に行こうと思います。はい、はい、はい、てれん。そんな音ですか？映りますかね。はい、なるほど。はい、最初のお題はこちらです。近所にあっても全然嬉しくないコンビニ、どんなところ？すごい、早速薄いな。難しいね。そう、早速もう全然書けないんですけど、ペン借りられますか？出ないよ、ね、アクシデントが。そう、俺だけホワイトボード小さいし、ホワイトボードマーカーも出ないんですけど。厳しい状況です。出てるか？ね、出てる。ありがとうございます。はい、タイガ、行きましょう。近所にあっても全然嬉しくないコンビニ、どんなところ？午前7時から午前10時までのセブンイレブン。セブンイレブンだ。セブンオープンイレブンクローズです。はい、リサ、近所にあっても全然嬉しくないコンビニ、どんなところ？ 1K。 今日もか大丈夫かな。今日もか。リサさん、これ今日もか皆さん、ウォーミングアップ大丈夫ですか？長谷川さんで行きましょう。近所にあっても全然嬉しくないコンビニ、どんなところ？天地が逆。どういうことだ。ちょっと待って、ちょっと面白いかもしれない。じゃあ来る9点。ちょっと今のちょっと面白いかもしれない。一瞬で。なんだろうね。近所にあっても全然嬉しくないコンビニ、どんなところ？難しいね。なかなか難しいと思っておりますね。難しいですよ。それは難しいですかね。うん、だってあったら嬉しいですもんね。まあ基本嬉しいですよ。うちも隣コンビニなんですけどね。
いらないね、今の情報。ちょいちょいね、みんなが回答しないと俺が面白くない話をこなしていけば。そんなことないよ、それは。そんなことないよ。紅白だ。ちゃんと出していこう。お願いします。これだって、ねえ。コンビニっていう。はい、はい、流星。近所にあっても全然嬉しくないコンビニ、どんなところ？会員制。いいね、いいね。いいね。一本。いいね、いいね。いいね。手遅れた。もうちょい、はい、豊さん、近所にあっても全然嬉しくないコンビニ、どんなところ？公用語が英語。ミキタニズムが入ってますよ。ナプテが系してるんですよ。系です。近所にあっても全然嬉しくないコンビニ、どんなところ？やいぎりをしないと入れない。難しい。口バタウンだね。口バタウンで系してるやつ。じゃあ最初は、流星とホラギチが1本ということで、次のお題に行きます。今ね、絵が良かったな。絵が良かったな。絵は懐かしいね。はい、じゃあ次のお題です。高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。アプリ、3人に2人か、ね、全員じゃないの？全員じゃない、3人に2人実際あるんだけれど、落としてみてカルチャーショックを受けたんで。高校生3人に2人、そうですね、すごいですね。はい、はい、高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。 YYC。 高校生が入っちゃいけないようなやつ。ちょっと流星に聞いてみよう。はい、分かる。あ、よく広告で流れてる。存在を知ってる。 YYC ね、 YYC ね、 YYC ね、ありました、ありました。高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。さらに面白いこと言わなきゃいけないけどね、これね。YYC よって面白いこと。YYC、ごめん、ちょっと早かったです。いや、面白いこと言うの難しいよね。ここまで言ってくれない。難しいって口に出した途端どうしようもなくなるからね。面白いって何だったか。ダメだわ、何も動かないな。でもずっと気になってたのよ。タイガだけ縦で書くのね。はい、肩身狭いから。長谷川正秀、高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。3人に1人の方が入っていない LINE グループトーク。ハブだね。ハブだね。LINE いじめ怖い。ありそうですからね。うん、ちなみに僕、留年した結果、社会人 LINE に入れてもらえてません。あこういったことは稀にあります。今のもいらない情報だと。だから、早く出そう。だから早く出そう。はい、レモスさん、高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。ゲットワイルドって決めようぜ。早い。今回、デカ早いぞ。ちょっともう一つ買おうかなと。はい、はい。伊沢さん、どの立場で言ってるんですか？高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。3年前ぐらいに吉高由里子が広告してたやつ。なんだよ、コムクちゃん。コムでいい、コムでいいじゃん。急転あれ、なくなっちゃった。あ、なくなっちゃった、なくなっちゃった、なくなっちゃったんですよ。コムなくなったんだ。いや、使わないもんね。ね、使ってます。一応入れた、まあ、入れた。楽天電話ぐらい使う。大体楽天電話。使うレベルとしては、使うレベルとしては同レベル。これ難しいですよ。はい、流星、高校生の3人に2人は使っているアプリを教えてください。JK 語促進アプリ。何それ？開発しよう。急で。ちょっとね、面白いんだよ。それすごい好き。面白い、すごい好き。だから あんなっちゃうんだよね、ギャルはね。高校生の3人に2人は使っている。あ、これ何回言ってもいいんですか？はい、行きましょう。高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。 DMM ブックス。どういうことで、あの DMM で買った電子書籍が本棚形式で読める片手で便利なスマートフォンなんですよ。それがなんで高校生になってくる？3人に2人の方だったんだ。急
聞いて。まあまあまあ、はい、何を買うか、はい、その人次第です。ほら口、高校生の3人に2人が使っている携帯アプリを教えてください。ソフトオンデマンドアプリ。だから1本よっしゃ。ソフトオンデマンド、教科塾ちょろいぞ。高校生の3人に2人が使っている携帯アプリを教えてください。JK リスカ促進アプリ。これは地味に面白いな。地味に面白いな。すげえ促進してくるんだけど。いや、いいな。いいね。なんで促進するんか飛ばしてきますね。なんで促進するって言われてましたね。ミサさん大丈夫ですか？アドバイザー見たくなってますか？面白いなと思って。お客さんかよ。 いい席で見させていただいてますよ。そうです、応募だったら1万円する。いい席、SS 席とか。 SS 席ですからね。はい、はい、はい、それがマセジで。高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。ウェイクアップガールズ、ステージの天使。わかんない、わかんない、お前が使ってんじゃん。お前が使ってるんじゃん。これ、幕張で単独ライブをやった翌日にサービス終了しちゃったんですよ。どうしてどうして。それは3人差じゃないな。9点。高校生の3人に。まだやるんだ。まだやるんだ。まだやるんだ。変えます。はい、じゃあ、これ見てて最後にしようか、はい、高校生の3人に2人は使っている携帯アプリを教えてください。755864355。超面白かった。超面白い。長えよ。何ができる。何ができる。何の数字なの。これだけで CM が終わるわ。、はい、じゃあ、続いてのお題いきましょう。お願いします。招き猫が招いた意外なものとは。あ、難しいね、本当に。難しいね。君らは何なんだよ。難しいですよね、本当に。難しいよ、どうかね。黙れ、こさん。どう書けばいいの、これ。どう書けばみんな笑うの。招くか。ねえ、難しい。何も動かねえな、これ。はい、これです。招き猫が招いた意外なものとは。シラフのボブさん。そっち系だった。ダメだ、バート攻めなんですけど、2時間喋ってるとちょうどいいっすね。はい、はい、根本さん。招き猫が招いた意外なものとは。ジョージ・クルーニー。ボブサップの前に出したかった。そうだね。意外なんだろうね。意外です。はい、原口、招き猫が招いた意外なものとは。金融緩和。すごい、スケールが大きいね。彼のおかげだった。そうなんだ、キノコミックスだったんですね。面白いね、招き猫が招いた意外なものとは。はい、はい、それがまさきで。招き猫が招いた意外なものとは。ファーメルの笛吹き。状況が混沌としてるよね。呼んで呼ばれてたからね、ちょっと。分かんなくなってきちゃう。でさ、招き猫が招いた意外なものとは。矢口真里における浮気相手。混沌としてるな。すげえ。なんか長谷川くんさ、浮気された人に似てるよね。慎重ね、慎重。慎重ね。俺？いや、いいです。招き猫が招いた意外なものとは。IT バブル。ダメだ。6点。ダメだ。金融とは良かった。金融緩和はね、来てましたね。金融がいつもあるからね。おぎりは。はい。ゆさ、招き猫が招いた意外なものとは。巨人のセペタ。出塁率はいいんですけどね。そ, そのコメント。五点。意外だよ。意外性のパッティング。意外性。パッティングしてくる。さて。うん、どうしましょうね、動かなくなった。またお話しちゃうぞ。頑張ってください。はい、はい、どうぞ。
招き猫が招いた意外なものとは。黒心病。やだな。ペスト。やだな。やだな。俺は好きなんだけど。急で。はい。豊さん、招き猫が招いた意外なものとは。226事件。マジで。マジで。マジで。あいつのせいだったんだ。今書いてる人で終わりにしましょう。大丈夫ですか。はい。はい、じゃあ手が回せて。招き猫が招いた意外なものとは。一発。大嫌いです。めっちゃ面白いし、これめっちゃ面白い。めっちゃ強い。これは1本です。めっちゃ面白い。これは招かれたい。いいな、俺も招き猫買おうかな。招き猫もらえる。買うもんじゃねえけどな。大学生らしいネタだったね。一発もいいな。気持ちいいやつだね、一番。気持ちいい。気持ちさて、なんでそこで魔王くんですか。あれ、次じゃない。次じゃない。じゃあ、買いきます。はい。はい、これいい。ああ、これいい。自信ですね。マリンチア松島が閉館する本当の理由を教えてください。イフアイアムはマリンピアを戻って言ってますからね。はい。はい、じゃあ根本さん、マリンピア松島が閉館する本当の理由を教えてください。ペンギンたちのストライキ。マジで？今労働戦争だったんです。根本さん一本です。はい。はい、豊さん、マリンピア松島が閉館する本当の理由を教えてください。タイだ。漢字で書かないといいですよね。98秒やってるぞね。さあ、マリンピア松島が閉館する本当の理由を教えてください。国有化。リアルだ。リアルすぎるんだよ。はい。はい、タイガー。マリンピア松島が閉館する本当の理由を教えてください。フードコートに銀タコが参入。全部食われちゃうんだよ。あ、そういうちょっと、マカ出づらくなっちゃった。マカ。お、岩木が。お、岩木が。出なくなったのは、出なくなったのは。出なくなったのは。はい。はい。はい、じゃあ、長谷川雅秀が上がった。マリンビア松島が閉館する本当の理由を教えてください。サードインパクト。なんだって間違うところじゃない。あのね、すみませんね、ちょいちょい豊さんのツボにははまる。できる前に豊さん笑うのやりづらいね、それはね。面白いだろ、学会用紙かっていうツボが似てるんでしょ。見ないようにしてるね。どんどん行きましょう。はい、はい、根本さん、マリンピア松島が閉館する本当の理由を教えてください。八景島シーパラダイスの影。いや、もっと早く言ってるよ。それマジもそうですよ。マジ話なんですよ。ちょっとマジ。ちょっとマジ。はい、じゃあ、これ、マリンピア松島が閉館する本当の理由を教えてください。隣にでっかいジャスコができたんだよ。ジャスコ行っちゃうんだ、みんな。いやー、ブルーでね、強いね。ブルーで、マリンピア松島が閉館する本当の理由を教えてください。飼育員たちが刺身の美味しさに気づいた。ついにね、あの年にしてあれ、ちょっと違うの。マグロうまくね。マジかよ。俺、勝ってる場合じゃないね。ちょっと今日カツオ減ってんなみたいな話になってくる。じゃあ続いていきましょうか。はい、はい、こちらのお題です。こんなデートの待ち合わせは嫌だ。さあお考えください。こんなデートの待ち合わせは嫌だ。はいはい、どうぞ。こんなデートの待ち合わせは嫌だ。あ、僕あの水槽の中にいるから。引っ張ってきてますね、前の問題。6点。こんなデートだね。気づいたら男だらけですからね。確かに。そうだよ。今回ね、居すぎて俺下がってますから。ここまで。さあ、考えてください。はい、はい、豊さん。こんなデートの待ち合わせは嫌だ。待ったんですけど、そういえば彼女とかいなかった。気づいちゃった。気づいちゃった。気づきます、ね、想像上の話。あっと、はい、タイガー、こんなデートの待ち合わせは嫌だ。この方のゲームが終わったら行くよ。来ねえな、しばらく来ねえな。急転。はい、さあ、該当する人がいるから。
カタンってボードゲームなんですけど。はい、じゃあ奥の長谷川行きましょう。はい。こんなデートの待ち合わせは嫌だ。待ち合わせ場所は東京ドームの近くです。これ分かんない。分かんない。バキですグラップのあの頃もバキです。9点。堀口、こんなデートの待ち合わせは嫌だ。波打ち際だ。船越さんかな。船越さん7点です。好きだけどね、それ俺。さあ、お考えください。ゆさくん、大丈夫ですか？ダメです、じゃあ。デートの待ち合わせですよ、ゆさくん。ダメです。さあ、どんどん行きましょう。はい。長谷川正秀、こんなデートの待ち合わせは嫌だ。遅刻をしそうだったが、ドラゴンボールで時間に間に合う。間に合ったらリーチじゃない。間に合ったらリーチじゃない。いやいやいや、だって、もう待ち合わせ相手がドラゴンボール使ってもう7つ集めて全世界の手法を集めてギャルそんなことになっちゃうんですよ。ギャルのパンティって言うよりいいじゃん。ギャルのパンティでやってるから終わる人たち。確かに説明面白い。しっかり説明していくか。これそういう種目じゃないんだよ。違うんだ。大喜利だよ。そっちさあ行きましょう。ゆさ、行け、大丈夫。俺が心配になってきたわ。ちょっとダメだね。泣きそうな方に言ってくる。大丈夫。頑張れゆさ。やばいね。やばいね。もう分かんないもん、ゆさの書いてるもの。はい。はい、原口。こんなデートの待ち合わせは嫌だ。それなら僕は2085年まで待ってるよ。何の歌なの？待ってます。待ってんだ。待ってんだよ。7点つらい。さあ、実際行きましょう、うん、こんなデータの待ち合わせは嫌だ。なんか Google マップとか使ってこんな感じで示してくれる。それ Google マップじゃなくないですか？それ何？それ絵が下手ですよ。それ Excel でしょ？ Excel でしょ？あのピン使うイメージ。え、こうでしょ？こういうやつでしょ？あ、正解。そう。それ、俺それ言いたかった。それがね。一本上げたいぐらい。全然ダメじゃん。豊さん、こんなデートの待ち合わせは嫌だ。YYC のプロフーアと違った。やめろよ。YYC を引っ張るのやめろよ。自尊規制ぞ、なんか。YYC を引っ張るのやめろよ。YYC は知らないでしょ。この短時間で YYC って言ったらこんな出るって。こんな出てこないよ、普通。マッチングサイト。調べるな、調べなくていい。恋人探しを応援する日本最大級のマッチングサイト。まあ、そういう言い方もできる。まあまあまあ、そういった見方もできる。大事、大事、そういうの、大事。14年間何を決めてるか。行きましょう。こんなデートの待ち合わせは嫌だ。YYC は出会い系サイト。はい。じゃあ今書いてる2人にします。根本さん、こんなデートの待ち合わせは嫌だ。あの、私から電波出てるから GPS 探してみて。こんなデートの待ち合わせは嫌だ。初めてのお使いのスタッフのように彼女の両親が物陰に潜む。やだね。何もできねえ。頑張れ頑張れ頑張れ。おっとおっと。さあ、じゃあ次のお題に行きましょう。これ楽しみですよ、僕。ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。はい、豊さん、ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。中学生になってはいけない。7点。はい、はい、長谷川正秀、ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。疾風と書いて風と読む。起きてる。それ起きてなの？これそれが起きてなの？鉄の掟なんだ。9点、ゆさ、ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。 ISIS とは違いを出す。ちびっこ詳しいな。俺好きだよ、これ。一歩はい、山さん、
ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。ビスコは必須。9点。タイガー、上げてる？じゃあタイガーお願いします。ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。エロ本を見ても一切動じない。ありそう。9点、ホラグチ。ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。元ガイア2人。なるほど。ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。まずはどこの託児所か何の。一本。お前どこ託児所だよ。ちびっこランドか。こんなやらまきでいかんだもん。そういうことでしょ。そんな感じです。つらい。やっぱ強いとこあるんだろうね、きっとね。名門がね。ビッグママランドとか強い。ロリポップかてめえみたいな感じになる。ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。はい、根本さんお願いします。ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。補助輪は2ヶ月まで。自動車学校みたいな。7点。誰か答えてる人いないかな。いないっすね、なかなか。でもね、はい、タイガー行きましょう。ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。カラオケは矢沢永吉だけ。知ってる。知ってんだ。じゃあ覚えなきゃいけないんだ。そうだね、まずね。でも流れ的にじゃあ今書いてる人たちで次に行きましょうか。はい、トラグチ行きましょう。ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。スプーンを子さん扱いしない。俺は7点だよ。はい、はい、豊さん、ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。ジバニャンさんと呼ぶ。えらい。はい、9点。根本さん、ちびっこ暴走族にある鉄の掟を教えてください。哺乳瓶はヤクと呼ぶ。一本。中毒性あるんだ。はい、やばいな、みるみるとかやばそうだ。まだ行く、まだ行く。行きましょうか。書いてる人いるなら、書いてる人いるならそこまで行きましょう。じゃあ、ゆさとりゅうせいで。そうですね、行きましょう。先、あ、じゃあ先りゅうせい行きましょう。じゃあ、流れと流れで。ちびっこ暴走族になる鉄の掟教えてください。おしゃぶりはしゃぶと呼ぶ。これも完全に食われました。これも完全に、これが正解だもん。まあ、出すのをやめていい。出すのやめよう。これもこれたまりだ。出さないでください。これ以上ない。これ以上ない。これがもう正解だもん。じゃあ続いてのお題お願いします。3日たたずして回答しそうな生徒の名前は。なんか大体そういう名前だよね、最近の。はい、はい、ゆさ、3日たたずして回答しそうな生徒の名前は。神道とは。さすが、さすがさすがさすが終わりが見えるもんね、とはね。ちょっとね、新手の宗教絡んでそうな感じがまた聞いてるように。さ、3日たたずして回答しそうな生徒の名前。はい、長谷川正英。3日たたずして回答しそうな生徒の名前は。ずっとも。もうとうじゃねえじゃん。一本。ああ、俺すごい好きだった。俺はすごい好きなんだ。はい、タイガー。3日たたずして回答しそうな生徒の名前は。ヘキサゴンと。9点。小田口、3日たたずして回答しそうな生徒の名前は。神道宗男。8点。
ちなみにうささ、はい、生徒の名前に名前って入れていいんだっけ？あ、いいんだと山本太郎。書いてじゃん。山本太郎。仲間たちって。じゃあ、いざ行きましょう。味方だとして回答したの生徒の名前は。日本を本当にもっともっと元気にする会。これすごい好き。これ一本。うさの見てても。うさね、生き生きしてるねこの台。得意分野だ。得意分野。やっぱりフィールドがある。はい、じゃあ、リーセ。3日経たずして回答したの生徒の名前は大好きなことは怠惰、民主党やめて、やめてやめて、やめて、やめて知らないからねすごい面白いけど、諸事情で点数がつけられませんあのね、何も言えないですよ、僕それに関しては電話忘れる3日経たずして回答したの生徒の名前は山本太郎と仲間たちとその保護者結構いっぱいいるんです結構いた一本さあ、書いてるところで終わりにしましょうか、これでもこれはサクサクあげちゃったから、ね、ユサ君のためにユサ君ユサさんボーナスステージじゃないかユサボーナスステージユサボーナスステージよかったねよかったじゃんこれでねリズムに乗ってやっていけるじゃんリズムネタリズムネタでしないリズムネタやろあ、ダメだいやでも波があるからねちょっとその、じゃあもう次行きますもういいかな、うん、もういいかなちょっと書くのやめちゃったし変な揺さぼちの流れができちゃったで、まあここで時間が半分経過したんですけどちょっとじゃあ皆さん点数を、長谷川正秀から順に見せてください2本ゆさかさん2本ふもさん3本ゆさ4おぉりゅうせい5本はいかまだ0おぉほらぐち5本おぉとなっております5点差がきつい中間戦いや全然ねこれちょっと勢いが出てくる得意分野ればいけますよ勢いが出てくるボーナスステージじゃんボーナスステージともって今のはゆさのターンやったゆさ2本ぐらい稼いだ2本稼いだだねすごいねじゃあ続いてまあどんどんやっていくんですけれどもこちらのお題ですクラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてくださいこれさ大好きだいいのこれ聞いちゃっていいの3番目にですからこれ炎上の匂いがするなちょっと気遣ってくるよ3番目にブスな女の子ね3番目にブス難しいですね、うん、絶妙なあだ名がつくんだろうな平均平均下から数えて3番目だぞ相手の平均どうなってるじゃあ行きましょうクラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてください美少女うまいことちゃったこれちゃったこれ9点だわはい焦点のピンクだったねタイガークラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてください北京餃子子結構あはいはいはい伊沢さん、クラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてください適度さん7点適度にブスってことかなあーよ全然適度個人名出てくると後で問題になるから後で問題になる大問題になるんでねはい、なんかとっからぐちクラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてください貝アニの美人川崎貝やな8点口調が片言なんでしょうねなんかお題が物議を醸してるんですけど全部僕が考えました、はい、クラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてくださいはいはい、長谷川正秀クラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてください押切蓮介の書くブスじゃあ、くそーいいですか押切蓮介さんはいいブス書くよねいいブス書くよねいいブスそれ、いいそれいや、悪の花とかの方なんですけどねあ、そうかーあ、すげーまだブスよかったけどあ、違う、押切蓮介だから違う押切蓮介だから、デロデロ、デロデロだからハイスコアガールの人だハイスコアガール押し目だもんはい、根本さん、クラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてください東南アジアの王族すごい6点これ言えば言うほど点数が下がるから出してもいいこれ
1、クラスで3番目にブスな女の子にあだ名つけてください。ジーコ。三段なのそれで。多分あのジーコジャパンに似てるんだろうな。クラスで3番目にブスな女の子にあだ名つけてください。沢村。つきそうだよそれ。発展。なるほどね。そういうことだよね。ていうか俺もね、ブスブス言っててね、いたたまれなくなってきたから今書いてるのがおしまいにしようね。じゃあ、ゆさ、クラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてください。総選挙86位これ結構レベル高いよ。あ、そうなんだ。枠に入ってるだけすごい。AKB ファンから怒りの声が6点。はい、じゃあ、タイガで終わりにしようか。クラスで3番目にブスな女の子にあだ名をつけてください。工藤静香。ダメだよ。ダメだよ。やってしまった。ダメだよ。木村拓哉から殺されるよ。まあ、あのクラブでは結構ね。まあまあまあ、ね、あのクラブで、ね、あのクラブだね。クラブおにゃんこだね。クラブおにゃんこって言うとなんか危ないけど。違う違う違う。そこ逆にしちゃうと違うことになるから。なんかありそうじゃん。プリンスホテルとホテル絶対日本に3件はある。違うから。国分庁の方になっちゃう。じゃあ続いてのお題お願いします。だって今のことは言えば言うほど我々が傷つくから、ね、そうなんだよね。棚からボタモツという言葉をもっとスケールを大きくして言い換えてください。はい、豊さん。棚からボタモツという言葉をもっとスケールを大きくして言い換えてください。天から恵み。そういうことだね。最大なんだから。それ以上でかくできないんだから。こういうことじゃない。はい、そういうことです、そういうことです。はい、原口、棚からボタムスということわざをもっとスケールを大きくして言い換えてください。 IKEA からハンバーガー。はい、じゃあこっちから行こう。タイガー、棚からボタムスということわざをもっとスケールを大きくして言い換えてください。空から女の子。あー、階段から美少女。階段から美少女ずるい。かぶってんじゃねえ。おはよう。それで戦場ヶ原さんでしょ。わかるわ俺。はい、じゃあ流星。あ、これで入ります。これは入ります。棚からボタモジということわざをもっとスケールを大きくして言い換えてください。無からの命。すごい。いいじゃん。いいじゃん。それはいいよ。無さ、なんだよ。ボタモジということわざをもっとスケールを大きくして言い換えてください。日銀から紙幣。いいね。嬉しい。それ機能でしょ。だから、まあ、機能ではある。豊さん行きましょう。棚からボタモジということわざをもっとスケールを大きくして言い換えてください。祖母から10万。何リアルになってくるの。リアルになってくるの。豊さん1本です。豊さん行きましょう。はい、根本さんお願いします。棚からボタモジということわざをもっとスケールを大きくして言い換えてください。狩野英孝による経済効果。スケールが大きく下がったよ。スケールが大きくない。だいぶ上げちゃったな。そろそろ書いてるところで終わりにしましょう。はい、長谷川雅紀で棚からボタモジということわざをもっとスケールを大きくして言い換えてください。元カノから5万。これダメ。時短金。それ3番目にブスだったんでしょ。7点。実際行こう。棚からボタモジということわざをもっとスケールを大きくして言い換えてください。春からの神秘。お、話が来た。戻ってき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 た。5点だな、エサ。調子良くなってきた。さあ。じゃあ、書いている豊さんでおしまいにしようかな。いいよ。でも書いている、じゃあ。思いついたら、言いたい。田中のボタンということは、もっとスキルを大きくして言い換えてください。あの子から LINE。 9点。甘酸っぱいね。女性陣がもない。何なんだよ。いいね、からLINE。もはや田中を超えた何かがある。田中のボタン、OK ですか。じゃあ次に行きましょう。こちらです。ポンタ、ナナコに続くコンビニで使えるカードの名前は。難しいですね。はい、
はい、さあ、ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はセペタ。ジョンさん、お願いします。ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はドアラ。それも一本です。かぶってんの。ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はゲン。なんだゲン。ゲン少年探偵のやつだ。あ、じゃあ中国で使えてる。なるほどね。プロで考えてね。ほらぐち、ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はモニカ。カタカナ3文字違う。キッカーこうじゃん、キッカーこうじゃん。キッカーこっち専用です。これも泳がせます。はい、根本さん、ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はカイヤ。マサキマヨでも使えないじゃん。その場合は。すげえなー、これ3文字で縛るだけでこんだけ出てくるんだな。ちょっと縛りぶち破っていいですか。それがマサキで、ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はいいカード。どういうこと？それはいいカード。マジかよ。いいカード。いいこれカイジだね。カイジなんだ。そっちかよ。あ、いい人いい人。今のミスペードなんて。なるほどね。あれとか。じゃあ続けて。多分価値を下げていきますね、それは。なんかあったかな。カード。カードでしょ。カードです。コンビニで使える。コンビニで使える。はい、いさ、ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はシュータ。地味にいい選手。そっち、野球が阪神のね、阪神の守備固めだった。ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はフカセ。一本使えんだ。使えんだ。フカセ使えんだ。いいな。俺も使って持ってんだ。大好きだ。あ、ここは来てるってよ。はい。ちょっと見てみましょう。今のうちに考えねえと。できたんだ。あ、うん、ちょっと待ってね。あ、これだ。田中のボタン持ちのやつが来てますね。お空からドローン。ドローン封じちゃダメでしょ。こんなに大事に取っときたのに、みんなで。赤いやつです。あれです。めっちゃ面白いな、それ。それすごい面白かったです。よかった。はいはい。じゃあ、ゆさいきましょう。ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はヤイコ。どこからやってきたんだよ。アイかよ。それはアイはね。9点。やりとりが楽しかった。豊さん、ポンタナナコに続くコンビニで使えるカードの名前はナカコ。一本で。もうこれダメだ。これ以上出ない。これ以上出ない。解説するとここの理事長の。理事長使えんのかい。団体の理事長。まさか大喜利出るとは思わなかった。恥ずかしちゃった。多分見てるでしょ。見てくださってると思う。もうこれ以上の答えは出ないよね。出ない。出ない。はい。ツイッターで。来たい。そうそうそう。はい。ツイッターで2つ来てるってよ。ツイッターで2つ来てる。アリリン行ったらもう。じゃあアリリン、ツイッター担当。ツイッター担当で。じゃあアリリンの声を張って。はい。こっち側も来て。はい。え、いていいの？いいよ。フチコ。ああ。なるほど。これダメか。フチコさんね。あともう一つ。バルス。バルス。終わっちゃう。使えてないから。終わっちゃう。終わってる。終わってるから。コンビニ。バルスは一本だよ。メガコンビニ絶対地方でやらないと。さあ続いていきましょう。はい、こちらのお題です。坂本龍馬の名言、夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた。ああ。お題を見たいっす。焦点っぽいよね。夢中で日を過ごす。これです。はい。はい、根本さん。
夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？セブンのコーヒーの美味しさ。あうまい。うまいんだあれ。8点。先ねドーナツも出ててあれがうまい。うさ、夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？大して何もなかったこと。ミサさんが好きそうな答えだ。あ出た。ぼんやりというやつだ。8点。はい。これが早かった。夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？エビリリトルシング持ちだの劣化。ダメダメダメ。ローサーやめなさい。やめなさい。持ちを傷つけるのは8点、結構分かってきたと思う。タイガー、夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？ガラケーの良さ。8点。これね、坂本龍馬が言ってると思うとすごい好きなんですよ。本当にね、みんな気づいてました。あ、流星早かったから行きましょう。夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？開けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと。すごいよ、大志マンブラザーズバンドよりも300年ぐらい前に気づいた。てか、いくつ大志マンブラザーズバンド知ってるってのがすごい。7点。長谷川正秀、夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？去年1年間で趣味につぎ込んだお金。これはつらいなぁ。8点。はい、豊さん、夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？水槽の魚のうまさ。88年過ごしたんだね。一本刺身うまいかな。刺身のうまさに乗っけてきましたね。閉館しちゃったな。今日でも行こう。いや、この日付で5月10日まで。今日までか。今、違う方の畑山さんからくだらなく面白いっていうコメントが来ています。やったー、ありがとうございます。この調子で行きましょう。今書いている 1,2,3 行かないですか？行かない。面白いけどね。悩みだし。で、それ行こうよ。はい。うん。流星、夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？自分の枝毛。気づいちゃったね。9点。確かに。面白いけどね。はい。タイガホラ口終了だな。こっちも書いてる。あ、書いてる？はい、書いてる。じゃあ、でも、あ、ホラ口から行こう。はい、夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さて、どんなことに気づいた？氷は溶けるぜよ。勢いだろ。力勢いだろ。勢いだろ。力技で行かないといけない時間帯ですから。はい、はい、じゃあ、タイガ、夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さて、どんなことに気づいた？いや、ビジホの朝食のうまさよ。わかる。わかる。夢中で働いたんだよ。夢中で働いてる。いや、わかる。9点。いつか分かる。ネモさん。ネモさんです。はい。じゃあネモさんでラストです。はい。夢中で日を過ごしておればいつか分かる時が来る。さてどんなことに気づいた？スウェットの着心地の良さ。一本。分かる。すごい分かる。すごい分かる。夢中で過ごしても分かるんだ。夢中で過ごしても分かる。初めて分かる。分かる。スウェット買おうじゃん。かな。スウェット買おう。個人的な感想じゃん。続いてのお題お願いします。もうスウェットも気づいてたから。マナとカナの見分け方を教えてください。あ、ちなみに残るところ時間が10分となっております。マジか。お題として消化したのは何台だこれ？12台目ですね。半分。半分だった。はい、行きましょう。マナとカナの見分け方を教えてください。マナかな。惜しい。まあ、分かってないよね。これ、9点。さあ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 。マナとカナの見分け方を教えてください。はい。はい、じゃあお願いします。マナとカナの見分け方を教えてください。ハンバーガーをぶつけてみる。やばんなやつだ。9点。これは即1本取ったら次に変えましょう。サクサクお題を変えていきます。はいはい、いきましょう。マナとカナの見分け方を教えてください。そう、兄弟の見分け方と同じ。同じ兄弟じゃダメなんだって。出たよ。そう兄弟が分かんないから。
またそのね、大喜利クロート技だよね。何々と同じっていうワード。はい、タイガ、バラとカナの見分け方を教えてください。目の良さ。わかんねえよ。どういうこっちゃ。これって一本ね。どっち、あ、先、じゃあ、タイガーまた行こう。マナとカナの見分け方を教えてください。マナって呼んで振り向いた方が裏を書いてカナ。なんで振り向くの。3台飛ばしてお願いします。はい、3飛ばして、3台飛ばしてこのお題。はい、県大会。県大会ベスト32ぐらいの自慢話って何。俺、県大会ベスト32なんだと思って、ぐらいの自慢話。ああ、レベルとしてね。あ、そういうことか。こういうのを教えてください。実際どれぐらいすごいんですか。どのぐらいだろうね。スポーツによるよね。そう、スポーツの規模によるから。なんか、なぎなたとかだったらもうね、たださ、始まった瞬間なんだよねって言われても、んってなるじゃん。はい。はい、ゆうさん。県大会ベスト32ぐらいの自慢話って何。昨日、おすぎ見た。あー、すみません、すみません。はい、9点。根本さん、早い。はい。県大会ベスト32ぐらいの自慢話って何。フリック入力が少し早い。根本さん、過去の栄光です。フリック入力。7点。はい。ゆたかさん、はい。県大会ベスト32ぐらいの自慢話って何。準々決勝まで行ったんだ。32だね。同じくらい。32だね。言い換えですね。同じくらいというか、そのもの。ゴールだよ、それは。はい、9点。長谷川正秀、はい、県大会ベスト32ぐらいの自慢話って何。スマブラでレベル9には負けるけど、レベル8には8割ぐらい勝てる。負けてんじゃねえか、ちょっと。あんまり良くない。分かる。強いから。県大会ベスト32ぐらいの自慢話って何。膝掛け2枚持ってるな。うん。これ32だ。32と同じ。これ1本。で、2枚持っててよかった。して次いきますか。じゃあこれですね。その次のお題でお願いします。膝掛けいいな。2枚あるといいな。はい、来たよ。難しい。誰より高いコイノボリのリズムで新しい歌詞をつけてください。タララ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 ラに歌詞をつける。もうこれは当てた瞬間歌いながらパッて出してください。ね、大好きだからね。はい。はい、根本さんお願いします。あ、じゃあこれ歌えばいい。歌ってください。チャゲよりヤバい矢口まり。発展。はい、いざ。屋根より高い鯉のぼりのリズムで新しい歌詞をつけてください。味噌より安い醤油味。CM? 味噌のが高い、確かに。大体どこの店でも。延長希望のツイートがあります。マジですか。延長していいんですか。延長して支障がないんですか。これはいいんじゃないですか。どうなんですかね。15分ぐらいじゃない。15分ぐらい伸ばします。いやでもどうだろうね。次の動画が何分ぐらいか。次東西線は動画自体はトータルで20分ぐらいしかない、25分ないぐらいなんで、伸ばしても大丈夫ですよ。あの、祭り事が削れます、そのシステムは。なるほど。なるほど。うん、はい。タイガー、屋根より高い鯉のぼりのリズムで新しい歌詞をつけてください。神より偉いサナダムシ。一歩。それはダメだ。世界観があるよね。それはダメだ。正解だ。流星お願いします。屋根より高い。いいよ、言って。あ、カラオケの話で穴より高いドラゲーナイ。抜いたんすよ。うまいな。つい抜いたんだ。ドラゴンが強いんですよ。すげえ。ドラゲナイ。やばい。すごい、カラオケ事情がわからないから関心に変わった。これ、魚がうまいはこれで言ってます。ああ、一個来てますね。魚がうまいマリンビア。ダメだろ。ダメだ、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 ダメだ。そろそろね、ダメですよ。佐川正秀、お願いします。
稲より強い杉花粉。決めたい。決めたい。決めました。9点。でさ。俺よりモテる中間。確実すぎるよ。おーい。一本。はい。哀愁があった。哀愁があった。一本でしたよね。はい。じゃあ、タイガーお願いします。恋する乙女矢口真理。矢口真理も引っ張る。恋の方向が違うんだよ。ベクトルがだいぶやばい。リュウセ。ご飯がうまい別れ話。字余り。字余ってる。割とブラックだね。割とね、そういうやつなんですよ。そうです。徐々に出し始めてます。はい。そろそろあれじゃないですか、次じゃないですか。次行きますか、うん、いいっすよ。はい。じゃあ、次のお願いします。本当に助けたな。え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。このね、静寂がすげえ怖い。不穏なお題を出したんじゃないかって、ね、ドキドキするんだよね、たまに。はい。はい、お願いします。え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。資産運用。やってんだ。マジか。え、それ業務に入る。9点。はい。え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。夜のサービス残業。おお、いい感じ、いい感じの空気だ。これ懲戒免職ですね。じゃあ、お願いします。はい。え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。黒板の下の粉集め。はいはいはい、はい、それに。じゃあ、それにかぶせていきましょう。はい、え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。その粉を集めてチョークを作る作業。リサイクル精神がすごい。もったいない精神がすごい。フル稼働だよ、新人の先生。9点。洞口。え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。坂道発進。あ、ちなみに、あの、殿堂入りしたチャンピオン、ノアさんから。来た。おー、来たー。マナとカナの見分け方来てます。おお、教えてください。エロくないのに人妻なのがマナ。ちょっとひねりすぎたじゃないですか。チャンピオン強いよ。強いな。はい。お題ぶっ飛ばせていきましょう。え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。校長の靴を舐める。うわ。4点。はい。はい。誰。私、まあはい、私、じゃあお願いします。え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。校長先生のスピーチライター。神木くんだった。はい、8点。タイガ。え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。学年だよりの1コーナー、今月のあったかいんだから。タイガやってそう。これ書きそうだな。やってそうだよ。そうだな。なんかね、クラスのやつがいいことしたときとかに書くんだよ。そうだな。豊さん、いきます。はい、いただきます。いきましょう、お願いします。え、こんなことやったの。学年主任の先生の意外な業務内容。え、学校裏サイトの運営。お前が何か、お前がやってたのか。書いてるところで終わりにしましょう、このお題は。はい。ゆさ、え、こんなことやってたの。学年主任の先生の意外な業務内容。担任の先生のマネジメント。それやってるよ。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 そう、ツッコミですよ。やってた、やってた。やってる、やってる。ノブさんの県大会ベスト32ぐらいの自慢。来た、来た、来た。俺、パスタ作るのめっちゃ得意だよ。かわいい。そのぐらいだね。出会って3日目ぐらいの LINE で送るやつだよ。え、マジで。あ、マジで。チクチクチク。ヒデちゃんだ。オッケー。次かな、次かな。気になるところで。まだお題10個ぐらいあるでしょ。じゃあ、どうしよっかな。PDF のページで、23 PDF とかある。いろんなページがあるんですよ。大喜利 PDF を夜な夜な僕は作ってますからね。ありがとうございます。この努力。はい、あ、じゃないよ。
気になるけど。お前だそうです。今のいい。今のちょっと今のやりたかった。あ、どっちでも。あ、じゃあ今のやりましょう。今のやってから戻ろう。今の出してください。うん、一回出ちゃったから。牛乳屋さんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。牛乳屋さんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。ニートが作ったこたつ。良さそう。良さそう。満足度高い。ナンバーワンの。9点。良さそう。良さそうってなっちゃう。すごいね。はい。予測お願いします。牛乳屋さんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。小沢さんが作った山本太郎と。良さそうじゃない。良さそうなのか。一本政治的ですね。なんて強いな。さあ、牛乳屋さんの作った滑らかプリン、プリン食べてえな。食べたいな。食べたいな。誰か持ってこないか。これ15分まで20分まで20分までできるの。うん、できすぎてるね。うん、ここでじゃあいくつか紹介をしていきましょう。どうぞ。さっきのやつですね。学年主任の先生の意外な業務。亡くなった給食費をこっそり机に入れておく係。あ、すごいなんかグッとくるね。グッとくるものがあるものが。同じく同じ答えから。亡くなった、あ、同じやつや。ラブレターを授業中にバレずに下駄箱に入れる係。なんでちょっとあったまる系の同じ人なんですけど。はい、はい、原口。牛乳屋さんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。マリンピアさんの作ったトロトロマンボウシジュ。ちょっと待て。もうそれ手つけないの。これ以上マリンピアの話するのやめようよ。明日行こう。牛乳屋さんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。車に酔った俺が生み出してしまったリゾット。今頃生み出してしまったっていう。リゾット一本。リゾット一本だぞ。それは行こう。牛乳屋さんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。そこら辺のおっさんが作った女子高生の制服。酔ってんだぞ。はい、根本さん。はい、ユニアさんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。ハイパーメディアクリエイターが作った沢尻エリカの暴露本。読みたいよ。6点、さすがのせいで。ユニアさんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。適当なそれっぽいでっち上げ資格取得者が作った適当なそれっぽい健康食品。はい、8点、ほら口。牛乳屋さんの作った滑らかプリンみたいなことを言ってください。クレアおばさんのガポリネンキン。全然、全然ちげえじゃん。全然ちげえじゃん。無視しすぎだろ。クレアおばさんで怒られる。これに一歩与えて、このお題を終わりにします。出た、重っ。さあ、だってこれで外されたらもう勝てないよ。確かに、MC の経験すげえ痛かったのに。いや、エキストラで出します？あ、じゃあいいよ、いいよ、いいですか。じゃあ、家でこっそり教えてください。教える、教える。じゃあ、1個前のお題ですね。はい。はい、こちらお願いします。全然テレビで見なくなった女子12学部、今現在何をしている？深夜4時に女子12学部っていうワードが降りた時点で。はい、正秀さん。全然テレビで見なくなった女子12学部、今現在何をしている？増えてる。はい、わかりません。はい、根本さん、はい、全然テレビで見なくなった女子12学部、今現在何をしている？そのまま J2 に全員。一本しかよ。ゆうせ、全然テレビで見なくなった女子12学部、今現在何をしている？
JJG12 ちょっと12学校打ち出しを変えてきた流行りに流行りに乗ったあやめてやめやめやめ面白くない面白くない正解にさそれ正解消しちゃったはい原口全然テレビで見なくなった女子人学部を今現在何をしている無敵に5人ここしか笑ってないじゃん豊さんがね一言も屈るとしてないので周りの女の子への配慮感じるのがすごい怖い怖いよ怖いよいやー俺で笑っちゃったね笑っちゃったね5人ってのがリアル残りの7人何してるの何が大丈夫だってとかあの人たち中国の人だった台湾、うんうんはい、あちょっと流星じゃあ行こう、はい、全然テレビで見なくなった女子中学も今現在何をしているライアーゲームへあそこにいたのマジかそうだけどな発展、豊さん全然テレビで見なくなった女子中学も今現在何をしているシングルマザーつらいつらい、はい、ありがとうございますチャンピオンから来てます、はい、チャンピオンだ1個前のですね牛乳屋さんの作った滑らかプリンのやつでそれっぽいことが、生コーン職人が作った滑らかドラム菓子笑っちゃうわ笑うなよ、ね、笑うなよお前が生コーン職人が作った滑らかドラム菓子体滑らかとはちょっとブラッ滑らか滑らか滑らか、ね、絶対笑っちゃうんだよねはいはい、山本さん牛乳屋さんの作った滑らかプリン終わったよ、その話閉まっていこう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 全然テレビに見なくなった女子十二学部今現在何をしているアフィリエイトブロガー早かな8点ですすぐに滑らかな話しなきゃいけなくなったからどうしようかと思って第3のカード中子姉さんからこの時間になると何でも笑ってしまうって来てますありがとうございますありがとうございますありがとうございます深夜はね原口さん全然テレビに見なくなった女子十二学部今現在何をしている最近 Google Earth に映った好きよ半分ぐらい8点8点中国、Google 走れるはい、流星全然テレビで見なくなった女子十二学部今現在何をしている飲食店のレシート入れるこれを作っている地味地味一本俺、誰かの仕事ができてるわけ俺は女子十二学部だあれ、ちょっと今後あれ見た時にちょっと思い出してたあれ全部中二学部が作ってくれたファミレスとかで見た時にちょっと困ってられそうあれ作ってんだいいですか次山田理恵が書いてるね、はい、それでおしまいにしようこの題はい、女子中二本当は何言ってんのね本当気になるよね解散しますか普通にお母さんなんじゃない30歳ぐらいでねきっとね、うん、じゃあそれではいいですかはい行きましょう全然テレビで見なくなった女子十二学部今現在何をしている中華料理屋で優先だと思ったら生放送あ、マジで豪華じゃん豪華じゃんすごいいいじゃんまあでも見えてない裏が優先だと思うってことは何そんな影のすごいちっちゃい小部屋でやってる録音その絵を想像したら12人でチップ入れるとちっちゃいおさんが切ってくれるみたいな話、はい、あの地方の中華料理屋は8学校で行くんですよ選ばれるの選抜されるの東京とか大阪になると12学校になる現在の得点ちょっと皆さん見ていただいていいですか、はい、じゃあ洞口から順にずらっと行っていこう、はい、9僕5です5 8です8 6 6 5おお拮抗してますね拮抗してますねそんな受けてる感じちょっとそんな受けてる調子出てきたよ結構そのままいけますよ自信持ってこい自信持ってこいいや今日そんな受けてる感じじゃないんだけどどうした違うんだ政治ネタだけでもよしくないじゃあ次女子十二学部の1個前のネタでお願いしますああはい海は広いな大きいなの後に続く新しい歌詞を考えてくださいこれちょっと難しいこれ歌うの歌うよ歌わなきゃダメなのメロディーどういう歌でしたっけ
え、もともとなんだっけ。海は広いな、大きいな、はい、月は昇るし、日は沈む。あ、じゃあ、ゆたかさん、俺じゃあ最初のとこ歌うんで、はい、後のとこ出してもらって。うわ海は広いな、大きいな、それに比べて僕はあのね、同じことでした。いいですか、あの僕は、それに比べて僕と来たら自己肯定感が低すぎる。思考が近いな。これ、ゆたかさん日本です。プラグチ、行きましょう。海は広いな、大きいな、田中真紀子も5万円です。なんで個人で一本真紀子は見てたんだね。流星さっきから言ってたから動くか。海は広いな、大きいな、線路も続くよ、どこまで。綺麗。ミックスをするな。違う話になった。力技。9点。タイガ行こう。海は広いな、大きいな、君は笑って沈んでくる。ああ、いいね。綺麗。アイルフォーバック。怖いけどね。これはね、同じようなものはどうしようかな。いいや、はいはい、ほら、行こう。海は広いな、大きいな、生存確率下がってくる。これはね、ブクブクしてるね。はい、9点、ゆさ。海は広いな、大きいな、そんなことより山を見ろ。何の意見だ。一本これでいいんじゃないですか。さすが、まさき。海は広いな、大きいな、どこに落ちたか母の肩に。つらすぎるな。トーン下げない。つらい。それ聞いて。黙って。ネタあといくつ残ってますか。あと1個、2個、3個はあります。じゃああれ、次でいいんじゃないですか。これ次でいいんじゃないですか。じゃあ、1個痛いやつがいるらしい。どうしてもどうしてもいい。はい、はい、じゃあどうしてもどうしても諸口くん。これはどっちが先ですか。さあ、どうぞ。あ、できたらボタンでいこう。いきますよ。じゃあ、いきます。海は広いな、大きいな、田中邦衛はゴリップ。またまた出ない人がね、やってくる。勝って。じゃあ行きましょう。海は広いな、大きいな、それを簡単に割るもおせ。いいよ。もうできた。一本。割りやがった。このスケールはすげえ。それはいい。神話できました。いい話だ。神話だったんだ。じゃあ一個上お願いします。いい話か。いい話じゃない。はい。全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。はい、スムージー。はい、ゆたかさん。全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。鉄。うんじゃん。うんじゃん。鉄そのものが。さあ、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。ニンニク油増し増し。7点。はいはい、ほら、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。チアシード。出た。やばそう。これは長谷流さんにだけ受けるやつです。あの個人宛てに来てるね。俺的に9点。はい。で、タイガー、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。おとといのカレー。8点。根本さん、はい、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。ネタミソネミ。はい、9点。スムージーがよく分かってないからね。なんかシェイクみたいなもんですね。野菜で野菜をこうガーッて言ったジュースにした。スムージーっていうんですね。はい、それがまさきで、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。多量のカフェイン。あー、おー。はい、プラグス。
全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。レタス100個分の人件費人件費お金脳が優しくない急だよ全然体に優しい飲んでも疲れが取れなさそうだもんね、なんかね。体に優しくない。はい、タイガー。全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。土の味のレモンジーだ。これうまくないですか？これ美味しい。美味しい。みんな土すんのかなって思ってる。はい。はい、豊さん、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。土そのそのものが、いい、痛かっただけそのもの7点、まさひでさん、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。再生パルプ入れないで入れないで入れないで環境には優しい感じだねこれ面白い。全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。氷入ってるわ体冷やしちゃうからね。はい、入ってる。実際行きましょう。全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。アクエリアス1杯分のアクエリアスの粉アクエリアスじゃあアクエリアスだよ、それはアクエリアスです。はい、ゆうせい。全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。某ファーストフード店の店員の歯すごいねー発展。はい、豊さん、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。フグ思いっきりがいいよ一本はい、はい、お願いします。はい、全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。クレアおばさんの美味しいシチューシチューじゃないか。シチューじゃない。シチューじゃない。で、ダメだね。全然体に優しくないスムージー、入ってるものを教えてください。四川省育ちのグルコサミン。世田谷じゃないよ。四川省はやだね。行こう。おっしゃ。難しい。待って。タイトルこれ。全然体に優しくないスムージー。入ったのを教えてください。レシート入れるもうこれ書く人になってるレシート入れる1本だもんなってこれラスト1本でしょ。これこれでこれで取れるラスト1本でしょ。これで取れる1本これ最強だもんね。これ最強だよ全部の全部使い止めてくれ全部に使えるよあんまねあんまねるやつ面白すぎるこれじゃあこのお題も次に行こうかな。書いてる人も、はい、はい、大丈夫です。はい、じゃあ2個上お願いします。はい、これカッコの中を埋めてください。我々が未来に信頼を持つにはまず何々することである。これ弟何なんですか。これは、我々自身がうんちゃらかんちゃらってケネディが言ってました。ケネディ ちょっと問題出しましたね。未来に信頼を持つにはまずやらなすることである。ちょっと調べておいて本当のやつ。はい、流星行こう。我々が未来に信頼を持つにはまずビューティーコロシアムに出演する。バカね。9点。原文が、ね、我々未来に信頼を持つ。はい。はい、豊さん。我々が未来に信頼を持つにはまず国が年金を適切に管理することである。まあ間違いないです。間違いない。言っておきますわ。間違いなさ。6点。言っときますわ。お前どこのもんだ。ちょっとちょっと。いやー。これ特に分かってる。もういいね。全然体にやない優しくないスムージーのやつ。ウーパールーパー。きついな。きついな。で、ミキサーで砕くわけでしょ。やめましょう。マック何すんのかな。マック大丈夫、ちょっと出しておいてもらっていいですか。そうだね、ちょっと思い浮かばないんで。こっちを、ね、未来に信頼を持つ。知らない、未来に信頼を持つ。はい、はい、根本さんお願いします。我々が未来に信頼を持つにはまず結果にコミットすることでライザップね。ライザップは1本です。
今のはうまいと思う、正直。そう、うん、そうするとやっぱ信頼がね、うん、はい、流星行こう。我々が未来に信頼を持つにはまず一日一問会の政権好き精神論出てるし感謝の何の教え出てる会長出てるですねだから、ね、徐々に戦い慣れしてきたよね声色が変わってたよさあ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 、あ、ありましたね。これが元です。我々が未来に信頼を持つには、まず我々自身を信頼することである。いい言葉だ。いい言葉だ。いい言葉だ。それですね。それでいいんじゃない？それでいいです。それ答えだ。それ一本出したらそれいいね。ケネディ一本。ケネディ。おこがわしいわ。うまいこと言われた。うまいこと言われた。いつもなかなか。じゃあ、一番最後のお題。はい、これだけやって終わりにしましょう。ケネディ1本。ケネディ1本ね、うん、はい、消費税を一気に 15% 上げる方法を教えてください。何かしてあげるってこと、うん、これ 15%2、 うん、まで 15%2 です。ああ、だってねえ、はい、流星、消費税を一気に 15% 上げる方法を教えてください。収蔵に依頼できるってできそうちょっとね、希望は見えたね、ゆさ、消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。大変申し訳なさそうそれでできたら苦労しねえよ大事だよね、大事申し訳なさそうにしないとね、やっぱね、これ本当最後ね。じゃあ、ゆたかさん、消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。まず自分を信頼するさっきの引っ張ってきた希望がないとね、上がんないじゃん。コスト上げられる9点はいはい、ゆさ、消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。強いリーダーシップを持ってなんで政治家の立場で政治家じゃねえ政治家じゃねえ9点はい、引っ張ると面白いな。長谷川さんで、消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。実は税抜き価格が下がってる。あ、トリック8 これはドグさんのさっき の、うん、あの格好付けのやつすごい面白いですよ。我々が未来に信頼を持つことにはまずさ、誠意を見せてもらわないと。誠意ってのはさ言葉じゃ分からないわけよ。普通に考えたら分かるだろ。そうすることですごいな、ツイッターならではそうさ、ネットでの面白いとね、口頭での面白いって結構違いますからね。これ言われたら面白いよ。絶対面白いね。面白い。いざ、消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。できるだけみんなに気づかれないようにする。できるだけ。夜のうちに。発展。この流れで、はい。消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。まあ、今のうちに学習要項から割合の項目を消しておいて50年後ぐらいにちょっと黙ってらしてみんな知らないの、何番パーセント何はい、はい、だから消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。あのポップで今だけ 15% って書くこれは一本超一本お得感さあ、じゃあそろそろ時間も時間なんで、今書いているところで終わりにしましょう。出るかな、みんな今だけよかった消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。佐藤信弘、全国民にカニを配ってその隙に食べるのにね、気使うからね消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。青木優太、情熱的におー、滑った。俺が滑ったんじゃないぞ俺じゃない。いや、面白い、ちょっと面白い。俺は好きでした。好きなのしか言わない。これダメだよね。はい、豊さん、
消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。いや、なんか20… ごめん、いいもん。ちょっと、本当は何て言おうとしてたの。もう一回、もう一回やります。引き出しましょう。はい、じゃあ引き出しましょう。5秒前に戻る、はい、消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。いや、2015年だし。もうそれ、ここちょっとごめん、ツイッター上に潰してごめん。いやー、惜しい。勝ってる。さあ、そろそろ今何分です。今ね、25分です。よし、いやじゃあラストっすね。稼ぎてラストね、みんな。あー、つらっ。なんか思いつけ、なんか思いつけ。消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。はい、じゃあ、まあ、はい、山田さん、消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。まずは12紙に3匹足しておく。何の関連性が。なので、はい、手が合わせて消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。 15% じゃなくて15ウルトラマンだ。本当だ。そっちでボケ出したら面白いじゃん。そっちでボケ出したら面白いじゃん。勝てん。いざ、消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。首相退陣と引き換えに。リアルね。いや、無理だわ。一気に2気上げる。つらい。勝てん。じゃあ、入ってる1、2、これが書いてない、OK、じゃあ、ここでおしまいにします。じゃあ、流星いきましょう。消費税を一気に 15% に上げる方法を教えてください。まずは 150% にして感覚を握らせて。シャクシーだ。これは1本ね、これ1本だわ。こういうことだな。そういうことだ。何かある。いや、でもないな。 OK、はい、じゃあ、ここまでとします。お疲れ様でした。お疲れ様です。ね、長いこと延長に行く延長で戦ったんですけれども、長いって、あ、長谷川又秀の方から点を公開していきましょう。お願いします。7点10点7点7点9点9点10点6点です6点11点11点。新生チャンピオン、ホラーリッチ旬です。拍手。ありがとうございます。素晴らしい。はい、じゃあ新しいチャンピオンから一言コメントいただきます。5連覇ぐらいしないとノブさんには追いつけないので、あと5年 FI も続けます。長い5年続ける宣言いただきました。ということで皆さん、はい、長い間ご視聴いただきありがとうございました。はい、続き番組は続きます。はい、大喜利はここまで。30分ずつずらします。祭りごとで合わせます。はい、プログラムは30分ずれです。はい、ということで、はい、皆さん、また会う日まで。さようなら。さようなら。なら、いつだろう、次回は。次回いつ。